韓国の男性アイドルグループ、リーゼ、が22日、日本時間23日、米ロサンゼルスのドジャースタジアムを訪問。ドジャース、ダイヤモンドバックス戦を前にドジャースのユニフォーム姿でグラウンドに姿を見せた。デニムにユニフォーム姿のメンバーたちがドジャース、山本由信と会話するシーンもあった。この日の一戦は、韓国文化遺産ナイト、 として開催予定でパフォーマンスを披露する。リーゼはロサンゼルスでのコンサートを終えたばかりで、前日21日、同22日にはロサンゼルス市長に招かれ、ロサンゼルスの世界的な PR に大きく貢献したとして同市議会から感謝状が送られた。日本人メンバー翔太郎を含むリーゼは23年9月に韓国でデビュー。今月11、 12日には日本初となる単独公演を国立代々木競技場で行った。今年9月には日本デビューも控えている。